デブとは、Linux カーネル用のデバイス管理ツールである。主に、デーブディレクトリ以下のデバイスノードを管理するために利用する。以前、デーブディレクトリの管理を担っていた、リベフェスドと、ホットスワップやファームウェアのロードなど、ユーザー空間における、デバイスのアクションすべてを担っていた、ホトプラグの後継ツールである。デブは、Linux カーネルバージョン2.5にて、初めて登場した。 カーネルバージョン2.613からは、u 比分とインターフェースの新しい版が導入され、更新された。このため、比較的新しいバージョンのデブを使用するシステムでは、バージョン2.613より古いカーネルではもはや起動できない。古いカーネルにおいては、デブを無効化し、古めかしい静的なデーブノードを使用する必要がある。デーブディレクトリに静的に、 デバイスノードを作成する伝統的なユニックスシステムとは違い、Linux の Dev は実際にシステムに接続されているデバイスのノードのみを動的に供給する。d e v スもかつて似たような機能を提供していたが、Dev の支持者は d e v スよりも実装で優れているいくつかの理由に言及している Dev は一般的なカーネルデバイス管理ツールである。Linux システム上のデーモンとして動作する。 新しいデバイスがシステムに装着され初期化された場合、またはデバイスがシステムから接続を解除された場合、カーネルはネットリンクソケット経由でイベンツをデブに送信し、デブはこれを受信する。システムはイベント条件と発見したデバイスの特性に対しマッチするルール意識を供給する。マッチングルールによりうまくいけば、 デバイス名が決定され、デバイスノードが実際に作成される。そして、プログラムとデバイスのセットアップを行う。デ e の、ルールズファイルは、カーネルサブシステム、カーネルデバイス名、デバイスの物理的配置、または、デバイスのシリアル番号のような特性などによる、マッチングルールで構成される。また、ルールズファイルにより、デバイス名を付けたり、 またはシステムによって発見されたデバイスの順番を無視し常に同一の名前になるよう特別なデバイス名を付ける目的で外部のプログラムに情報を要求することも可能である。かつて Linux システムにおける Dev は通常よりデバイス固有の処理を実行する目的でソケット経由で HAL へイベントを送信する方法を採用していた。例えば HAL は Dbus IPC によるブロードキャストメッセージを関連するすべてのプロセスに送信することで新しいハードウェアが装着されたことをシステムで稼働中の他のソフトウェアに通知する。この方法により GNOME や KDE のようなデスクトップ環境ではシステムに新たに USB フラッシュドライブや SD カードを装着するとファイルブラウズのためのソフトウェアが 自動的に起動し、デバイスに存在するファイルをオープンすることができた。2011年中盤頃から、とりわけ KDE、GNOME、ザフス各核デスクトップ環境を採用している Linux Distribution は、HAL の採用を段階的に廃止し D、BUS との連携のみとなっている。以前から存在した HAL の機能は、Dev 自身への統合を進めており、一部は、 ディスクスやパワーなど別のソフトウェアに分離されている。デブは3つの部分から構成される。デブはネットリンクソケット経由でカーネルからの呼び出しを受ける。初期のバージョンではフォトプラグを使用し、その目的でエトセトラフォトプラグ D デフォルトにデブ自身へのリンクを追加していた。デブはグレッグ・クロー・ハートマンとケイシセバースによって開発され、その他多くの貢献者、 中でもダンスティー苦労による多くの貢献が含まれている。ありがとうございます。